元気は木から、この番組は私藤岡智香がやりたいことを30分に詰め込み、毎回ゲストをお迎えして喋って笑って歌ってまた喋って、視聴者の皆さんが元気にそしてハッピーになってもらえるといいなという思いからスタートした番組です。さあ皆さん、いよいよ明日私のニューミニアルバム This is not a love song が発売になります。ワクワクが止まらないとはこういうことなんですね。自信を持ってお届けできる作品となりました。全国のツタヤでお買い求めいただけますので、ぜひ一家に一枚どうぞよろしくお願いいたします。さて本日の1曲目は情報解禁となりました。私の地元香川県のサッカー J2 チーム蒲田マーレさぬきの公式応援ソングに決定したこの曲からお届けします。それでは聴いてください。勝利の鐘。始まりの鐘が鳴り響く魂の声、弾けそうな
本日で6回目の放送になりますが、今回のゲストは、私のライブでサポートをしていただき、そして今回のニューミニアルバム This is not a love song でも参加していただいたギタリストの菅原純子さん、そしてパーカッショニストの高橋優子さんです。どうも、こんにちは。こんにちは。もうその節はお世話になりました。本当に本当にね、レコーディングも遅い時間に、純子さんね、遅い時間、結構遅い時間でしたね、夜中、うん、私さっき帰っちゃいましたもんね。なんとですよ、本当に。なんか外国から帰ってきた翌日とかでしょ。あれ違ったっけ。そう、外国行く前だよね。私外国に出国する前日に呼ばれてきましたそう、私は帰ってきてから帰ってきてからもう二人ともね、なんかお忙しい中、本当に、いやいやいや、あのおかげで素晴らしい、いやいや、あのレコーディングというか CD に、ね、なって、もう二人にも添えていただきたいんです、はい、いただいたんですけれども、はい、もうカミカミです、すみませんいつものことですけど、いやもう本当ね、なんだろう、それぞれ私がちょっとねお会いしたこうエピソードなんかもちょっと、うん、話したいなと思うんですけど、うんうん、まず純子さんは、うん、私があれなんですよね、はい、勝手に純子さんのことを存在を知っていて、あ、この方にお願いしたいっていう風に私が思って、そうなんだ、面識は全く、あ、今知りました。え、誰かの紹介じゃなかった。違います、違います。そうなんだ、はい、なんかまあ動画とかもそうですけど、音源とか聞かせていただいて、勝手に私が純子さんお願いしたいと思って直接メールで、うん、歌手の藤岡智香と申しますけどみたいな歌手のあ、シンガーソングライターみたいな、そうそうそう、それでなんか音源とかそういうなんかを添えてお送りしたんでしょうね。そうなんだ、純子さんに次9月にあるんですけどみたいな感じで。ありがとうございます。いよいよ嬉しいですね、本当ありがたい。こちらこそ本当に、ね、その9月のライブで、はい、一緒に共演させてもらって、うん、今回、まあ、レコーディングも入っていただいて、はい、今回の、ね、ライブも出演していただいて、下半期はドドッと、そうですね一気になんかギュッと、ギュッと、はい、あれですけど、まあ、ゆうこさんは、はい、実はこのラジオの第1回目の、うん、ともかの元気は木からっていう、うん、この番組の第1回目のゲストの、うん、たまるちゃん、おシンガーソングライターのたまるちゃんの、うん、実は紹介。そうですね、で実は私、うん、6月ないや9月のライブが、うん、パーカッションを自分のワンマンライブとかにパーカッション入れるっていうことが初めてで、実は今までずっとドラムで、パーカッションなんか自分になんか合わないだろうなと勝手になんか思い込んでたところもあって、うん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 、でなんか今までそのパーカッションを入れるっていうあんまなくて、うんうんうん、で、まあ、周りからちょっとパーカッション合うんじゃないみたいな、うんうん、それがきっかけで、うんうん、ちょっとやってみようかと思って、うんうん、まあ、どうせやるならねっていうのを、まあ、ゆうこさんお願いして、うんうんうん、まあ、それが実はなんか周りからもすごい好評 で、うんうん、で私も、うん、うわ、なんか世界観が全然こんなに変わるんだっていう、うんうん、しかも好きな世界観、私のオリジナル曲とかがこうグッと引き立つ感じになって、私はなんかもうめっちゃ良かったな、早くすればよかったみたいな早くっていうのもあるんですけど、もっと早くそのパーカッションの良さにもっと早く気づいとけばよかったみたいな感じで思っちゃって、まあでもすごいお二人になんか会えたことですごいこう私自身もこう広がってます、いろいろと。よかった、ありがたいよ、ね、よかったよかったよかった。お二人は前から知り合いなんですか。そうなの、私と純子さん と、うんうん、ベースのあやちゃんはとある女性シンガーのライブ2回ぐらい、ね、サポートで一緒にやってるんですか。そうそうそう、だからあ、また会えたね、なんか嬉しいそ自分のちなみにその時は私はドラムだったんだけど。あ、そうなんですか。そう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 、じゃあドラムとパーカッションは結構、まあ、まあパーカッションの方が割合として多いっていう、うん、そう、ドラムがなんかできることが限られてるまあでもどっちもできるのいいじゃないですか、うん、そう、私もなんか歌歌えてなんか他の楽器ねバリバリできたらめっちゃいいなと思いますけどいやバリバリっていうかとにかくね、うん、このライブの
バンドメンバーがみんなかっこいいですね。そう、もう本当にね、素敵ななんかメンバーにお会いできて、私はなんかあもうすごい幸せと思って、ね、やっぱ相性とかあるじゃないですか、うん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 、でもう今回全部全て女性でっていうのでやってて、うんうん、でやっぱりその中でもこう色であったりとかそのやっぱあると思うんですけど、うん、もうすごくこうオリジナルもカバーもどっちもだと思うんですけど、すごくなんていうのかな、いいバイブっていうか、うんうんうん、もうすごく私は気に入ってます、うん、このメンバーが来年もぜひ、まあ、せっかくねそのライブで、ね、あの一緒になんか音作りをやってもらったからっていうのもあって、うん、今回アルバムね参加いただいたんですけど、うん、まああの純子さんは、It's My Life と黒いリンゴ、うん、で優子さんは It's My Life とサイレンスと黒いリンゴの3曲、はい、うんうん、あの入っていただいたんですけど、うん、なんかちょっとそのなんだろう、まあ、聞きどころっていうか、まあ、エピソードだったりとかなんかちょっと話してもらえたらなと思うんですけど、純子、うん、さんからなんか、うん、私がレコーディングの時帰ったりとかしてたその間にやったこ とそうそうそう、帰った後ねまた夜中まで、はい、この It's My Life の方は1回目のね、はい、参加したライブでやってたんですよね、うんうんうん、その時に新曲披露で その時に作った曲だったん で、すごいいい手応えだったんですよね、うんうん、あの時ね、うんうん、でメンバーもこの曲いいねって言って盛り上がった。だからこの曲を弾いてってお誘いをいただいた時はね嬉しかったです。本当に、うん、嬉しいよ。なのでなんかこう自分の中でもテーマっていうか、はい、ちょっと あったので、はい、こういうリフを入れようみたいな、あ、うんうん、それはちょっとうまくいったんでちょっとね嬉しいんですけどいやいや、いやめっちゃかっこいいですもん It's My Life の音源も、ね、なんかもう早くみんなに聞いてもらいたくてっていう、うんうんうん、ね、黒いリンゴの方は逆に新しい曲だったんで、そうですね、そう知らなかっただよね、全くそうだよね。ライブでもやってないし、うん、もうどこにも出してなかった曲なんで、うん、私が行った時なんかまだなんかバックトラックのリズムパターンが何小節かって途中でブツって終わってなんだろうこの曲みたいな状態で、正直歌詞もなかったしそうそうそうですよね、歌詞がーって言って壁を叩いてましたともかさん。そうそう歌詞がそう、もうこの曲はもう歌詞が最終的に仕上がるまでもう20回近く書き直してる曲で、うん、もう本当ギリギリまで生まれなかったんですよ、うん、でもこの曲すごい面白いですよね、うんうん、いやもうめっちゃかっこいいですよね、うんうん、いろんな音が入ってて、うんうん、かっこいい今週、うん、あスパイシーみたいな、うんうん、あれギターってどういう風に撮ってるんですか。あれはね、2パターンの全く真逆な方向性があるなって思ってて、うん、はいはい、それも勝手に自分でこっちとこっちみたいなイメージしてもらって、そう松浦さんと、うん、いやいやこっちにしようってなって、うんうん、そしたら面白くなってきて2人で、うん、なんか最初からこうネタみたいなものにしようって言って、そのギターの、ね、うんうん、フレーズをネタみたいに入れていこうって言って、うん、ああいう感じになったって感じです。ああ、いやもうでもあのギターがうまくいった、入ると思ってなかったんですよ私、うんうんうん、ギターあの曲に入れるっていうのは元から頭なかったのが、うんうんうん、松浦さんのアイデアで、うんうん、いやめっちゃかっこいいと思って、うんうんうん、最初私仕上がり終わったから次の日かな、うんうん、聞きに行った時に、うんうん、かっこいい、ね、これ昨日純子さん撮ったやつだよとか言って、かっこいいとかかっこいいねって自分では言ったけどすごい、いやいや本当本当あれはもうめっちゃテンション上がったし、うんうん、いいね、実際黒いリンゴ優子さんも入ってもらってるじゃないですか、うん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 、なんかあれ結構いろん なんか隠された音が入ってて、入ってるだからまさか譜面をクシャクシャなんですよ。譜面なんだ。譜面を目の前だともう使わないからって言ってさっきやった譜面をこうクシャってやってそうでもだんだんやりすぎるとなんかふにゃふにゃなっていくからまた新しいのを新鮮な紙じゃないとやっぱいい音がしない。そうそう新鮮な紙じゃないと私もなんか携帯出してきてなんか使いかなと思ってあのダイヤルのゼロをピーって押したらあその音いいとか言って、そう結構、ね、効果的なんでもそのなんかあれだよね、ギターもパーカッションも割とその無責任に突き放した感じが曲のこうかっこよさになったな。そうですね、だからまあ本当自分自身がこう書いた時とは全く違う、こう、まあ、イメージというかサウンドになってて、
いやもう本当お二人お願いしてよかったなと思って。いやいや、ありがとうございます。せっかくなんでね、ちょっと改めてこう、うん、ね、一緒にこう聞いてみたいなと思うんですけど、うん、ではではでは、このお二人にね、ご参加いただいた曲の中から、It's My Life と黒いリンゴ2曲続けてお聴きください。溜めた瓶に出た
いや、 やっぱりかっこいいですね。かっこいいね。そうだね。本当なんか皆さんにいろいろ支えていただいてます。本当にいる子もライブもそうですけど、ライブもそうですけども、アルバムに関しても特にもう本当にたくさんなんか皆さんにご迷惑をおかけしみたいな。いやいやいや、でも本当いいアルバムで、ね、あのできたので、あんな短期間で作ったとは、うん、そうそう、本当に超短期間で作ったアルバムなんですけど、まあ本当にね、たくさんの人に聴いてもらいたいんで、まあこのラジオだけじゃなくて、私も今からもう全国回っていい、ね、あのいろいろ売っていきますので、皆さんに広めていくので、はい、ね、このまたバンドでツアーできたり、そうなんですよ、それめっちゃ考えてるんですよ、ね、あちゃん、うん、それにはね、やっぱりもっとこうね、人を集められないといけないんで、広めて、私がもうちょっといろいろ草の根運動頑張ってきます。で、皆さんね、一緒に、はい、あのツアー行けるように、あの行けたらなと思うんですけど、うん、まあね、本当あの女子3人が揃うと、もうす、女子、まあ、女性、女子っていうのもあるからね、女性3人がこう揃うとね、はい、もう盛り上がっちゃって、話がこう尽きないんですけど、ね、もうあっという間にこうゲストコーナーも終盤になってきたんですけど、はい、まああのね、またライブ、うん、まあ、ツアーとかも今後ちょっと考えたいなっていうのも本当に思ってるので、うん、ちょっと皆さん、お二人にはね、ご協力よろしくお願いします。またぜひこの番組にも遊びに来てください、うん、はい、本日のゲストは、うん、菅原純子さんと、高橋優子さんでした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、先週12月16日水曜日に、This is not a love song のリリースライブとなりました。 Dream Step 5 を無事に終えることができました。お越しくださった皆さん、本当にありがとうございました。
今回はアルバムの収録曲全曲をライブバージョンでやるということで、結構バンドのメンバーには一人何役もやってもらわないといけなくて、もう大変な思いをさせてしまったのですが、まあ、皆さんやっぱりさすがですね。プロフェッショナルなので、本番ではこうバッチリ決めてくれて、私も気持ちよく歌わせていただきました。今回セットリストもいろいろセクションに分かれてたんですけど、しっとりバラードセクションから、ダークセクション、あとまあクリスマスセクションとか、あとアゲアゲセクション。でそして最後は、前回と同じく弾き語りにチャレンジしました。あと、まあ、NIO というね、私の地元の曲があるんですけど、まあ、それはね、毎回ほんと盛り上がるんですけど、最初に聞いていただいた新曲の勝利の鐘もかなり盛り上がりましたね、今回。で、あとまあ、ライブの MC でもお伝えしたんですけど、今後のね、ドリーマーのライブについてなんですけど、2015年の2月から2年後の武道館ライブを目指して、ということでこうスタートしたドリーマーなんですけど、約10ヶ月続けてきて、本当にたくさんの方に支えられてここまで続けてくることができました。本当にね、感謝の気持ちでいっぱいです。もう、ありがとうございます。まあ、ただ、目的はドリーマーを定期的に開催していくことではなくて、できるだけたくさんの方に藤岡友香の曲を聴いていただいて、私の歌に出会えてよかったなって思っていただける人を増やしていくことの方が、もっともっと大事なんじゃないかなって思いました。なので、今まで数ヶ月ごとに開催してきたドリーマーなんですけど、少しの間だけね、お休みします。で、その間は、藤岡友香の歌と初めて出会う人たちがいる場所を中心に、できるだけたくさんライブをやっていく予定です。で、もちろんドリーマーステップ6も必ず開催します。なので、まあ、これからも藤岡友香をどうぞよろしくお願いします。今回のともかの元気は木から6回目でしたが、いかがでしたでしょうか。次回は1月19日第3火曜日の放送になります。番組に関する質問お問い合わせなどはメールで受け付けております。宛先はともかアンダーバーラジオ928 at yahoo.co.jp。 それではこの辺でお別れしたいと思います。次回また1月19日にお会いしましょう。ありがとうございました。藤岡友香でした。